また俺ゴルフやんないからさ、ゴルフのさ、理論っていうかさ、名前でさ、ふざけたの思いついたんだ。いい言って。インサイドアウトとかさ、アウトサイドインとかってさ、面白い造語考えて。平井博明のワンナップゴルフ。インサイドイン。ってないのかなと思って。インサイドイン、あれ。アウトサイドアウト。アウトサイドアウトあるよ。あるの？全然あるよ。あるの？全然聞いたことない。他のチャンネル見たら、やってるから。やってる？やってるやってる。例えば、名前は出さないけど、うん、インサイドインにしようか、じゃあ。例えば、インサイド、クラブをね、うん、右肘をこうやって体につけて、うん、こうやってインサイドからクラブを下ろさなきゃいけないよ。うん、っていう動画が、うん、その A チャンネルにあります。はいはいはい。で、A チャンネルでもう一つ。クラブは、左に振り抜かなきゃいけない。うん。もうこれインサイドインじゃない。で、でも、同じ A チャンネルなんだよ。だから、そのチャンネルの、いい悪いは別だけど、うん、その、二つの動画を足しても、一個のスイングに入れられるかどうかっていうのがすごいポイントなのね。あ、ならないことがあるってこと？ならないよー、ならない。絶対無理よね、インサイドインなんて。だから、こうなる人だけ、ここだけ、直したい人、しかダメなんだよね。こっち側もうできてる人じゃないと、うん、そこの一箇所にはもうはまらない。へぇ。逆を言えば、今、うん、インサイドに振ってる人が、うん、別にこの意識は全く今までしてなかった、うん。でも、たまたまその、こうやってダウンスイングやらなきゃいけないんだよっていう動画見て、うん、自分のフォロースルーを足せないでしょ。無理じゃん。だからスイングって壊れるの。同じそっか、チャンネルで。そう、同じチャンネルで。ダウンスイングで、そのダウンスイングと、フォロースルーでそっちのフォローで、組み合わせらんないんだ。組み合わせらんない。すごいな、それは。すごいでしょ。あるあるある。結局、アウトサイドアウトも一緒よ。あ、アウトから下ろしてきてねってだけの動画があって。そう、アウトに。そう、悩んでる人アウトから下ろしてきてね。うんうん、で、ドロー打ちたかったらフォローアウトに出してね、つって。で、たまたまそれがね、玉筋、うんぬん関係ない人が、あ、アウトから下ろしてきて、あ、またアウトに、抜かなきゃいけないのみたいな。それを、例えば二つ見ちゃったら、もう入れられないじゃん。当たんないね。当たんない。当たんないよね。そう。で、初心者の方なんてそんな判断できないから、アウトサイドアウトなんだって、なってくるのよ。へぇー。そう。ゴルフが難しいってなっちゃう。いや、そらそうだ。うん。有名なチャンネルであるから、それ。そうなんだ。あるあるある。全然ある。ワンナップゴルフかな？ワンナップゴルフは有名じゃないから違う。違う。ほぼほぼ無名だから。そうだね、大丈夫。うん、あるなぁ。いや、不思議だよね。不思議っていうのはさ、俺はさ、平井くんの動画しか当然撮ってないから、何聞いたってさ、うん、繋がってるし、うんうん、しかもやってきたことしか説明しないから、うん、もちろん繋がるよね。うんのが当たり前だと思ってんじゃん。それしかやったことないから、ね、俺はね、うん。そう。けれども、繋がんないのがあんだ。そう。俺、トール君も俺も、まだまだ、ケツが多いから。世の中を知らない。そうだよね。ああ。それはでも、自分でやってきたことじゃないからそうなっちゃうの？そうよ。あ、やってないから組み合わせられちゃうんだ。組み合わせられちゃう。だって関係ないもん、その人。そうか、やろうとしたらできないから。そう。できないって分かってないってことだよね。うん、でも、一時間円とか飛んだよ。すごくない？ワンナップゴルフをよく言うわけじゃないけど、うん、ワンナップゴルフだったら50万取れるから。一時間。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。うん。1センチしか動かさないのにね。本当。1センチ50万だから。うん、2センチ動かしたら大変だよ。間違いない。100万。100万。いや、男女問わずあるね。そういう動画。あ、そうなの？うん。この間、たまたま見た動画、うん。クラブをインサイドから下ろしてきて。うん。くださいっていう女性が言ってる。うん。動画があった。うん。こうやって横向いて、うん、こうやってバックスイングでしょ、うん、うん。ここで、うん、クラブを、こうやってインサイドから下ろしてきてくださいっていうわけ。うん。寝かせて。うん。これアウトサイドなのよ。そうだよね。インじゃないよね。そう。手がアウトに出てるでしょ、うん。これに分かってないの。説明してんのに、動画中。自分が。おかしくない？
全然違うよね。全然違う。こうなったら、手元がこうなったらインサイド、うんうん、そうだよね。いつも言ってるよね、それね。そう。インサイドからクラブを寝かせ気味でこうやって下ろしてきてくれって手が前出てんだよ。アウトじゃん、これ。アウトサイドじゃん。だって手元がこっち来るんだから。ボールに当たんないんだから。これでこのまま振ったら。そうだね。そう。もうおかしすぎて。もうそんなことが平気で動画であるってことに寒気がした。うん、え、それはあれなの？ワンナップゴルフよりチャンネル登録者が多いチャンネル。多いよ。何十万って言うから。それで？あ、びっくり。まあなんかこう、個人でやってないよ。多分。ああ、なるほど。あ、え、でもそれコメント欄あれじゃないの？それインサイドじゃないじゃんっていうので荒れてないの？まあ、そこまで見てないか。うん、そ、コメントまでは見てないけど、やらされてるの自分の意見なの？どっちなの？分かってないの？って聞きたかった。さすがにバレるでしょ、そんなの。あの、見てる人から。それインサイドじゃないよね。知ってる人だったら、バレるよね。それをちゃんと分かってる人だった。アッパーの方だったらもう絶対分かるから。アッパーの方は笑っちゃう。笑っちゃう。何も言わないから、多分。何言ってんのっつって。平井くんにチクってくるでしょ。平井さん、こんな動画ありましたけど、つって。そう。そう、アッパーはね、アッパーの方はね、うん、そうだね。そう、そういう方いないから。そうだね。うん、ちゃんと分かってくださって、そう、入ってくださってるから。そっか。じゃあ、インサイドインとかやんないんだ。アッパーの方、うん、絶対ない。アウトサイドアウトとか。うん、大笑いしてるから。打てないじゃんって言ってるから。そうだよ、ね。だってさ、ボールとさ、そのスイングの線がさ、交わらなくない？インサイドインって。とか、アウトサイドアウトって分かる？その。届かないから。ねえ。そう。引いちゃってんだから、こうやって。交わらないよね。交わらない。ってことは、当たんないよね。当たんない。当たんないんだよね。あ、でも、インサイドインで教えてるわけじゃないからね。まあね、こことここで。そうそう。でもそこ線で結んだら、そう。ボール通んないじゃんって話になっちゃうわけだよね。そう。だからそこまでか、自分で考えなきゃいけないチャンネルになっちゃうよね。うん、なるほど。考える力を育むチャンネル。そうです。そうです。そうです。まあ、成長をね、見込めるチャンネルかもしれない、ね。そうだね。そういうのは平気である。あ、そうなんだ。いや、ふざけてさ、まだ造語作ってやろうと思ったけど、存在しちゃってるわけね。そう。それ参っちゃうな。そう、だから、これは登録をいただけなかったね。そうだね。うん。言葉ちょっと、まだ、勉強不足でしたね。そうだね。いや、超ウケると思ったの。うん、インサイド今さすがにねえだろ。アウトサイドアウトはやばい。やばいよね、やばい。もうゴルフしてないからね。ボールになって向かってないんだから。そうだよね、外側を素振りしてるだけだよね。そう。わざと空振りですよ。そうだよね。うん、接待ゴルフかな？そうかも。接待ゴルフはアウトサイドアウトだよ。そう。ね、間違いない。そう、空振りしないと、つって。これとこれもそうだし、うん、その、これのインサイド違い。もそうだし、うん、もう信じらんないよ、本当に。え、それ、インサイド違いは、プロの人なの？いや、プロかどうかわかんない。わかんない。わかんなかった。名前は出てたけど、うん、調べる気にもなる。ああ、そっか。逆にプロだったら、余計寒気しちゃうから、検索しない方がいいなと思って。さすがにプロじゃないんだよね。プロじゃないと思うね。あ、ツアーね、ツアーの方ね。うん、やばいと思った。はあ、それは、あれだからね、間違いだからね。間違い。あの、なんていうの？そのね。うん。フィーリング違いとかじゃないから。そうだよね。うん。もう間違ってるから。ね。うん。名前も間違えてるよね。そう。インサイドとアウトサイドの。そう。それは違うな。そう、だから、こうやったらもう、こっから、プレーンに振ったらボールに行かないからね。こうやって振らなきゃいかないから。あ、確かに。ね。手が前出てんだから。そうだね。ああ、それこそトーダウンよ。でも物理的にもうそうやってクラブ動かないもんね。動かない。内側にさ、外側に手が出てて、ああ、ヘッドだけ内側にこうやって回ってこないよね。ああ、指が折れちゃう。人間じゃ打てない。そうだ、あれは本当に難民がやっぱ増えるよね。だって無理なことなんだもん。でもさ、登録者多いと正しいって思っちゃうよね。特に初心者の人とかだったら分かんないけど。そう。やっぱね、登録者多いところに行くよね。行く。最初ね。うん。うん、だから、初心者のうちはもしかしたらワンナップゴルフにはたどり着けないかもしれない。そうだね。うん、出てこないから。出てこない。隠れんぼしてるんです。でも、それやばくない？いや、やばい。ね。やばい。でもそういうの多いんでしょ？今のは一例だけれども、うんうんうん、この動画とこの動画くっつけても一個のスイングになんないじゃん、みたいなやつ。ある。同じチャンネルでも。うん、
一つのスイングに入れられない動画同士ある。同じチャンネルで。結構あるよ。それでもワンナップはないでしょ？ワンナップはないな。ちゃんとあの、あれやってるから。真似しないでくださいって。あれは自分のフィーリングだからっていうね。そうだね。そうだね。でも他は繋がる。でもあのさ、さっきのさ、こう、右肘つけるのもそうだけど、うん、じゃあそれをやんないで直す方法があるってことだよね。そのお悩みをもし解決するようになったら。だから繋げられるんだもんね。うん、じゃあそもそも直し方自体が違うの？いや、そうじゃないじゃんってなっちゃうってこと？見ててね。その動画が何を直すための動画だったかは、うん、俺がこれが最初に衝撃すぎてもう覚えてない。あ、そっか、記憶してないのね。そっか、そっか。これがインサイドですよって言ってるっていうこと自体が、うん、もう衝撃すぎて。その先見れないね。うん。ダメだと思った。だから、まあ、クラブをこう、体にこう、引きつけて、うん、こう、捕まえた球を打ちたいのかな、とも後々思ったんだけど、うん、そこまで考えるのやめようと思って。そうだね。うん。嫌になっちゃうからね。うん、多いんだよ、本当に、最近。もうネタないのかな？どうなんだろうね。それ、何をやろうとしてんのかが見えてこないから。そうだね。ネタがないんだろうね。はっきり明確じゃないから。そうだよね。うん、逆にワンナップはどんな動画撮ってたって同じことしか言わねえじゃんってなっちゃってる、ね。そうなんだよ、ね。そうなっちゃうんだよね。入り口、切り口はいっぱいあるんだけど、うん、ゴールが全部一緒なんだ、ね。そうなの。うん。だからそれしかないのに。そう。そうなんだよ、ね。そう。どのミスから入ってっても。そうそうそう、結局、そう俺、おおってなっちゃう。また今の登録みたいな。なっちゃう。なっちゃうね。なっちゃう。必ず登録待ってるから。そう、必ずもう同じだから、結論は。本当に、ね、なんかネタはないのかもしれないけどね、そういう意味じゃ。あ、まあね、そう、まあね、うん。なんかやってみようか、違うの。違うのね。まあでもさ、どっから行ったってそこなんだったらさ、もうそれなわけじゃん、答えが。そう。そう。だからもうそうじゃん。そう。そうなの、ね、そうなの。もがけないんだよね。そう。じゃあもうそうじゃんっていう。そう。もがいたら嘘になるから。そうそうそう。ね。答えを変えたらさ。そう。そうそう。俺らはできないよね。そう。それね。いつも同じこと言ってんじゃんって。いいんですよ、それで。そう。いや、ほんと思うもん。生徒さん見てて思うからね。あ、そうなの？あ、もし、じゃあ、本当にワンナップゴルフは、うん、世の中が正論で、うん、逆を言ってて、うん、そういう直し方は良くないよと思ってたら、多分内緒って出ないと思うんだよね。そうだね、そうだね。あ、でもまあ、仮にじゃあそれで出たとして、うん、でもやっちゃいけないことやってたとすんじゃん、ワンナップが、うん。それでナイスショット出ちゃってたら、うん、何それはズルやってるからダメじゃんってことなのかな、わかんないけど。なるほどね。言ってわかるわかるわかる。ズルしてんじゃんって周りは思うのかな。でもいいじゃん、ナイス出てんだからってね。そうなの。そうなの。別にドーピングしてるわけじゃないっていうかね、ドーピングしたところで当たんないからね、多分ね。筋肉増やしたってね、多分ね。そうなんだよ。そうでしょ。そう、だからね、もういいよね、何でも。いい、何でもいい。ナイスが出てんだから、もういいじゃんって。それが嘘じゃないんだからさ。そう。で、なんか、特殊なさ、うん、スイングをさせて、うん、ナイスショットわざと打たせて、うん、やってんだったら、認めるよ、うんうんうん。だけど、逆だよ、だからね。そう、全部省かしてっていうことだから。そうだね、そうだね。ね、うん、で、今こうやって、トール君とこういう会話を動画で撮ってる最中に、アッパーの方から LINE が来まして、また今日ベスト更新したみたいです。ベスト更新できないでしょ、嘘だったら。できない。ね。そう。うん、そういう話多いからね。そうです。そう、でも一人の人のことずっと言ってるだけなんで。違うでしょって。一番怖いの、それが。動画の影響力ってすごいんだから。すごいの？うん。そう。そう。大丈夫、世にも。別な人ですよ。でも世にも別に広がんないし。あ、そうだね。そう。信じない人は信じないから。大丈夫。そうですね。そう。本当、嬉しい報告いつもありがとうございます、そうですね。いや、すごいね。ね。うん、やっぱり、その方の努力よね。いや、ほんとよ。うん。ワンナップゴルフはもう、スパイスだけですので。うん。大元を改善したわけじゃないんで。そう。練習が全てだからね。間違いないです。本当に。そう。うん。何かこう、きっかけっていうか、掴むものと、練習が大事なんで。うん。プロまがいの動画とかですね、4、5本チャンネルの動画を見て、すぐわかると思うんですよ。本物かどうかが。だからそこを、がね、うん、やっぱり、別に、ゴルフが上手くなくたって、偽物だって、もちろん上手くいけばいいんですよ。いいんですけども、うん、本当に毎回言うように、何かを入れて上手くできなくなっちゃった方が、トム君と僕は嫌なんで、まあその方が救えればっていう気持ちでやらせていただいてます、いつも。なんで、まあ今回もちょっと参考になったらですね、
ぜひ練習場でトライしてみてください。じゃあ動画の方以上になります。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。